仕事もしないで居眠りするなんて随分と余裕があるようですね。ごめんなさいモルガナ、ちょっと一休みしていたらいつの間にか。そう言いかけるとモルガナは厳しい目つきでセレッサを睨みます。すぐに取り掛かるわ。そうは言ったもののセレッサはアバロンの森が気になって仕方ありません。それに気づいたモルガナはセレッサに厳しく言いました。セレッサ、あの森がどうかしましたか？まさか忘れたのではないでしょうね。あの森には恐ろしい妖精たちが住んでいるのです。絶対に立ち入ってはいけませんよ。そんなこと分かってるわ。では日が暮れる前に残りの仕事を片付けてしまいなさい。はい、まずは水汲みよね。返事は短くなさい。モルガナは厳しい師匠でしたが、セレッサは彼女のことが好きでした。モルガナもセレッサと同じように魔女の一族から追放された身の上で身寄りのないセレッサを引き取ってくれた恩人でもありました。日々の仕事もセレッサにとっては修行の一部。セレッサはモルガナの期待に応えるため近くの井戸へと向かいました。水を汲み上げ運ぶ、ただのお手伝いのようですが、これは力加減とバランスを鍛えるアンブラの魔女秘伝の訓練の一つなのです。水がたっぷり入ったバケツを渡すとモルガナは満足げにうなずきます。次は調合に使うハーブの収穫です。そう言われてセレッサは思わず苦い顔をしました。セレッサの苦手な仕事だからです。何か不満でも？そんなことないわ。セレッサはおとなしく畑へ向かいます。モルガナが育てているハーブはただの薬草ではありません。それはとても嫌な匂いを放つ魔界の植物なのです。普段は日光を避けるため地中に潜んでいますが、魔力を与えてやれば一斉に飛び出してきます。
お前たちの大好きな魔力をあげる。うまくいってセレッサは大喜び。いつもは魔力をうまく使いこなせず失敗ばかりだったのです。モルガナもきっと驚くわ。あれ、セレッサが上機嫌で収穫を始めようとすると、庭の隅にきれいな花が咲いていることに気がつきました。あのお花、モルガナに似合うかしら。これ、この匂いさえなければ好きになれるんだけどな。セレッサは中身がいっぱいのカゴを得意げに渡します。見てモルガナ、今日はこんなにたくさん収穫できたわ。それから綺麗なスミレが咲いてたからモルガナに似合うかなと思って。カゴの中にはスミレの花輪が添えてありました。でもモルガナは顔色一つ変えず、いつもの調子で言いました。このくらいの収穫はできて当然です。この程度で浮かれないように。それからセレッサ、今日は髪の艶が鈍っているように見受けられますが、まさか手入れを怠っているなんてことはありませんよね。そんなことないわ。今日のお手入れはまだだけど。いいですかセレッサ、アンブラの魔女にとって髪は魔導器の一つであり、悪魔を呼び出すために必要なものでもあります。ですから魔女にとって己の髪は命と同等の価値を持つのです。当然わかっていますね。もちろんよ。訓練までには必ず手入れを済ませておくわ。よろしい。では仕事の続きに取り掛かりなさい。急がないと日が暮れてしまいますよ。そう言いながらモルガナは家の中へ戻っていってしまいます。はーい。モルガナの厳しい態度にセレッサは落ち込むこともあります。でもセレッサはモルガナの厳しさの中にちゃんと愛情があることを感じていました。残りの仕事も頑張ろうと気合を入れ直し、セレッサは家の中へと向かいました。ふう、そろそろ訓練の時間ね。
早く広場に行かないとモルガナに叱られるわ。仕事を終えると日課である魔導術の訓練が始まります。今日の訓練はこれまで学んできた召喚術をついに実践する日でした。今日の訓練はこれを使います。それは思わず目を奪われるようなキラキラと輝く魔導器でした。これは未熟な見習いを補助するための魔導器です。その上今日はキサラギの満月の夜、魔力が最も高まる日ですから、悪魔を召喚するのにはうってつけです。わかりましたか、セレッサ。今日は一段とやる気に満ちていますね。まあね。召喚術を成功させようとセレッサは気合十分です。バタイバトーズ。いつになく順調にセレッサは召喚の手順をこなしていきます。そしてなことになりました。悪魔は髪の毛に宿して召喚しなければ操ることはできません。住んでのところで悪魔は消滅しました。宿るものがない悪魔はやがて魔力が尽きて死んでしまうのです。今日の訓練はここまでにしましょう。モルガナはセレッサの言葉を聞かずに背を向けてしまいました。悪魔を恐れる魔女がどこにいますか。この訓練はあなたにはまだ早かったようですね。モルガナは魔導器をしまっておくようセレッサに言いつけてその場を立ち去りました。モルガナがいなくなった後、セレッサは友達のチェシャに今日会ったことを話して聞かせました。早く一人前の魔女になりたいのに、そしたらすぐにでもマミーを。その時夢の中で不思議な少年に言われた言葉を思い出しました。僕が力を上げる、お母さんを助ける力を。アバロンの森に来たよ。白い狼が君を導いてくれる。そうよ、アバロンの森に行けば。ですがアバロンの森には絶対に立ち入ってはいけないとモルガナに固く言いつけられています。モルガナはいつも森は危険です、入ってはいけませんなんて言うけど、そんなに危険な場所なのかしら。まだ子供だと思って大げさに言っているに違いない。そう考えるとモルガナへの不満がふつふつと湧き上がってきます。モルガナってばちっとも私のことを褒めてくれないのよね。魔導術がうまくいった時だってそう。そうやってチェシャに愚痴をこぼしていると身につけていた魔導器が目に入りました。なんてこと言うの。魔
魔導器を勝手に持ち出すなんて、またモルガナにお尻を叩かれるわ。けれど今ならモルガナの目を盗んで森に行くチャンスです。そうよね、さっきだってもう一度チャンスをくれてたら成功できたのよ。悪魔を召喚すれば妖精たちなんてへっちゃらです。私森に行くわ。無事に帰ってきたらモルガナも褒めてくれるはずよ。さあ行きましょう、チシャ。セレッサはこれから自分がすることを考えて少し怖くなりました。でも湧き上がる好奇心が彼女の背中をぐっと押します。こうしてセレッサはモルガナの言いつけを破ってアバロンの森の中へ駆けて行きました。それが自分の運命を大きく変えることになるとも知らずに。